はい、こんにちは、ナンマンです。いやー、ショーンさんとテリーさんがまずはゲッティングアウト、そしてその後を追うかのように大志くんがゆっくりとパドルしてますね。さあ、今回もやっていきましょう。風はね、ゆっくり吹いてましたのでね、面ツルツルですね。さあ、大志くんがいった、まずはカーブ、そしてスープに乗り上げてプルアウト。さあ、テディさんいった、これいいですよね、肩が張ってますよね。まずはカーブで戻ってからの、あっと、こっからショルダーがなくなった、そしてプルアウト。さあ、ショーンさんいった。さあ、スピードアップ、うわー、ちょっと前が落ちてきましたね、なので終了みたいな。さあ、そして大志くんがテイクオフ、ノーパドルで乗ってきたっちゃね、これ。まずはトップターン、しかししくってしまった、あんたならショットねーみたいな。さあ、おお、ショーンさんいっちゃね、このナイスカーブからの、こう張ってくっちゃね、パンピングでスピードアップ、あまり前を走るとダメよ、スープに捕まっちゃかんと、カーブ、そしておっと、ちょっと引っかかりましたね。さあ、テディさんいった、まずはチェックターンからのねじ込んで一度戻ってからの様子を見ながらプルアウトと。さあ、そしてこれは小川くんですね、青島の主ですね、乗ってましたね、ツインフィンじゃなかったですかね。まあ、意外と乗ってましたよ、もううまくバチコンバチコン、ヒュンヒュンヒュン、クラリークラリー、ヒョンヒョンヒョンみたいな、そんな感じで乗ってましたね。最初ね、誰かわからんで、誰かと思ってたら、泣くんじゃーみたいな、そんな感じで撮影させてもらいました。さあ、テディさんいった、おっと、最初はカーブからのどうする、ショルダーなしでプルアウト。さあ、大志くん、おっ、ビッグセット、まずはカーブからのカモン、ここじゃトヤダンダランショットや、ノーズをもうちょっとケアせんと、そしてショーンさん、レギュラーそっちはいかんぞ、危ねえぞみたいな、そんな感じでプルアウトですね。さあ、テディさんいった、さあ、カモン、バラクーダー、カモン、ギア、グワーッ、削っていきますね。そしてもう一発、おお、スラッシュした、しかしインコンプリート、ナッショットみたいな。さあ、後ろは大志くんですね。さあ、おっと、あんたこそレイバック仕掛けたのか、スピンアウトでひっくり返っちょっかみたいな、そんな感じで、何やってんだよ俺はよ、チクショ、そんな顔してましたね。さあ、ティディさんのパパ、ひろしさんが登場です。さあ、ひろしさん、今回も見せてくださいよ。さあ、いった、大志くん、まずはカーブをスプレーガットヨドンジョからのもう一発、そしてカモン、わっとねじ込んだからのプルアウト、そしてカメラがゆっくりパン、おー、テディさん乗ってきてましたね、そしてもう一発、そして終了ですね、ショルダーがなくなった。さあ、ショーンさんいった、さあ、スピードアップからのまずはカーブで前に出てもう一度、しかしショルダーがないですね、この日はね、ちょっと伸びないんですよね。さあ、ヒロシさんいった、ラリーに止まっていきます、そしてここでね、なくなっちゃうんですよね。さあ、そして大志くんいった、まずはおっと、なんか大丈夫か、そしてもう一発からの、おっと、やっぱり引っかかった、惜しい。さあ、テディさん、ねじ込むからの、おっと、ちょっと、おっと、難しいですね、やっぱり。さあ、そして本田さん登場です、ニコニコしております、もういきなり入ってきましたね。そしてセナ君ですね、さあ、頑張ってください、スケーターです彼は。そして後ろの方にはセナ君のお父さん、和則さんですね。さあ、お願いします。この3人はね、別のポイントで入ってまして、慌ててこちらに移動してきて、ウエットがびちょびちょのまま着替えて入っていってもらいました。さあ、見せてくださいよ。そしてショーンさん、おい、勝ったっちゃね、こんなみ、ほら、元気元気元気よ。そしてプルアウト、今ね、勝ったですね、ショーンさん、ナイスです。さあ、そしてこれは
テディさん行った、終わった、テイクオフ、そしてシャクって前に出てからのギューンと、ほらいい感じですね。そしてもう一発、おお、これ良かった。そしてプラウト決まりましたね。さあそしてショーンさん、またしても行った、おっとこれはチューブは難しかったか、今だったフローターかけてもいいかったっちゃねみたいな。さあそして田中さん頑張ってました、もうマトリックスなのか球が飛んできてるのか避けてるのかしかしみたいな。さあ本田さん行った、ジュンさんまずはカーブ、そしてチェックダウン繰り返しながらもう一発、そしてもう一発、おおいい感じですね、いい波ですよこれ。そしてもう一発、さあそしてここでショルダーがなくなってプルアウト、おっとレンズの方チラッと見ましたね、今のとっちょっとやーみたいな、とっちょるよジュンさんみたいな、そんな感じですね。さあ大志くんが一発かましてからカモン、あっとちょっとトップで引っかかった、惜しい、翔さんいった、カモン、おちょっと風が強くなってきましたね、一度カーブで戻ってからのどうする、ちょっとショルダーがない、なのでやめちゃう、どうする、やめときます、とそんな感じですね。さあ広瀬さんいった、おほほレイトテイクオフ、さすがっすね、やりますね。そしてフルアウト、さあそしてカメラがパン、テディさんいった、息子カモン、おこれいい波じゃね、そして一度カーブからのもう一発、おっとスーパーアプローチ、そしてどうする、やめときます、っていうかもうここショルダー張ってこないんですよね。さあジュンさんいった、まずはトップターン、おいいね、そしてもう一発ねじ込んでからのフルアウト、これ誕生日やったですよねジュンさん、おめでとうございます、ハッピーバースデー、そんな感じですね。さあ田中さん大丈夫ですか、登場です、ヤングサーファースカイ君、ちょっとピントが合わねんだみたいな。そして後ろの方は敗者帰りの波乗りしてきました、あ波乗りしてきたじゃない波に、はい、波乗りしに来ました、栗木翔太郎君ですね。さあそして一発かましてからのもう一発当て込むのは大志君、そしてもう一発からのなんかジグザグ運転ですね、張ってこないんですよね、まあでも幸せですよね、もう人が少なくていいですよ、最初はもう3人ぐらいしか入っちゃらんで。さあそしてテディさんいった、まずはトップターンからのカーブ、そしてプラット、さあ広瀬さんいけるか、うわちょっと難しいか、うわちょっとこれちょっとですね、手前では飛んでますね大志くんが、そしてカメラがゆっくりパン、これはテイクさんですね、ギューンとねじ込んでます、そしておっとどうする、来るか前に出た、しかしやめとくみたいな。さあそしてショーンさんいった、スピードアップからのカモン、おっとここでねじ込んでからのパンピングで様子見ながらどうするの、まだまだ行くのかな、いややめる。さあそしてジュンさん、おこれサイズがある、まずはカーブからのフルアウト、さあ翔太郎が入ってきましたね、顔をよく見てください、歯医者の後なのでちょっとほっぺたがねだるってます、麻酔でなんか口が動かないとか言ってましたね、感覚がないと言ってましたね。さあそして広瀬さん、いい波乗りですね、いいですよ、いいサイズでやったです。そしてプラト、さあスカイ君も入ってきました、イエーイみたいな、そんな感じで頑張れよ頼むでほんまにみたいな。さあ大志君が、うわこれ折れてる感じがしたけどもショルダーが張ってくるのか、お来た、ナイストップターン、いいね、そしてもう一発からのうわっと打ち込んだ、そして笑ってますね、フルアウト、やっと決まったぜみたいな。いや宮崎はね山の方ではもう桜が咲き始めましたね。さあそして栗木翔太郎行った、まずはチェックダウン繰り返し、おできたね、やっとスーパーアプローチができ始めましたね、ゾゾライダー頼むで、まだ顔が麻酔でしびれてますと、
感覚ないですと。さあカメラがパーン、大志くん行った。まずはカーブからの、おっとホップして、遊んでます。カメラがパーン、さあ誰行く、来た、ひろしさん、どうする。まずはカーブからのゆっくりとアプローチしてますね。そしてゆっくりと波がね掘りとこないですよね、ショルダーが張らないというか。そしてプラウトですね。さあカメラがパン、これは田中さんですね、行きましたね。そしておっとっとっと、腰が高えぞみたいな、こんな感じでちょっとねインサイド側ね、コブがいっぱいあるんでね、スイープの跡があるんでちょっとバタついてる感じですね。さあ翔太郎がおっとスライドさせてますね、一発かまして、もう一発、そしてどうする、やめときやすと。さあ来たスカイ、まずはナイスアップターンからのねじ込んでナイススーパーアプローチ、そしてプラウト。さあクリック翔太郎、ターン一発、そしてプラウト、後ろはスナックですね、やってますね、スケーター、おっとここでやめときますか。さあ潤さん、もう乗りすぎじゃないですかぐらいに乗ってましたね。そして後ろは大志くんですね、スープに捕まりながら乗ってきます。しかしショルダーが張ってくるのか、様子見ながらインサイドセクション、さあ来るならここだ、いや、惚れてこない。さあパメラがパン、スカイ君がアプローチ、そしてホップ、ステップ、ジャンプ、こけるみたいな。さあクリック翔太郎、スープに押されてテイクオフ、さあどうする、ちょっと、捕まったか、頑張れ頑張れ頑張れ、どうだ、まだ麻酔が効いてんのか、口はしびれてるのか、いや感覚ないのか、ほっぺをつまむんだみたいな感じですね。そしておっと、もうインサイド危ないよそこは。さあ大志くんいった、パンピングでスピードアップ、スピードアップからの、あっと当て込みが、おっと残った、そしてもう一発からの、やめてみます。さあそしておっとテディさん、レートテイクオフ、今降ってきたのは多分田中さんですね。そして一発かわしてからの、もう一発ねじ込む、そしてプラウト。さあショウさん、おーこれでっけっちゃね、いい感じ、カーブ、そしてもう一発、ちょっとレールが引っかかったけどいいよ、そしてもう一発、ここスーパーアプローチやすればいいのに、バチコンって当て込んで。さあそしてこれで終了ですかね。さあスカイ君がビッグセット捕まえた、まずはシャクってからのねじ込むスーパーアプローチからの、一度ボトムに降りてからねじ込む、しかしショルダーが張ってこないのでプラウト。さあまたしてもいった、スカイどうする、スーパーアプローチ、いいね、そしてもう一発からの、おシャクッとブレーキングかけながらショルダーが張ってくるのを待つけども、張ってくるのか、いや無理だと思ってますね。さあそしてカメラがパーン、誰が行く、いったおさま、まずはカーブからのもう一発、そしてダメですね、張ってこないですね波が。さあティズさんいった、おおこれいっちゃね、まずはねじ込んだ、そして前に出た、そしてもう一発からのギューンと、おースーパーアプローチ、いいね、そしてもう終了かな、こんな感じですね、雰囲気的に。さあ本田さんいった、まずはギューンとスープに近づいてもう一発からの、いや張ってこないんだよ、得はある。さあ後ろスカイ君が乗ってくるがすぐにプラウト。さあショーンさんいった、カモン、一度パルキングでスピードアップして前に出てからの、どうする、一度ボトムで、さあスープに捕まりながら近くにいながらどうする、やめときますと。
もうここはインサイドですね。さあ、和則さん、お、カモン、いける、あ、ダメか、うわ、捕まってしまいましたね、惜しい。さあ、そしてスカイ君いった、チェックダウン繰り返して、ナイストップダウンからのどうする、スープアプローチ、そして消えちゃいました。さあ、そしてセナ君、カーブを入れながら、さあ来い、スケーター、様子を見てる、しかしやめてきますと。さあ、そしてクリキショタロウ行った、まずはナイスカーブのストロイネからのコジャ、あっとちょっと前走りすぎたからのどうする、一度カーブで大きく戻ろうとするも、ちょっとバウンドが行って合わない。さあ、ジュンさん行った、まずはおっとトップでカーブからの一度戻って、そしてどうする、おっとショルダー張ってこない、カメラがパン、おっとセナ君行けない、そしてスカイが行った、まずはガイルドムタンからのイメージコン、そしておお張ってきた、どうする、いやダメか、ショルダーないっすね。さあ、大志君行った、カモン、ナイスソフターン、おお決まった、そしてもう一発かと思いきや、一度軽めに戻って、お、後ろ見ましたね、ということはこれはもう終了ですね。さあ、お疲れ様でした。さあ、そしてカメラがパーン、誰が行く誰が行く、おわーとセットが入ってきましたね、しかし誰も行けないのか、無理なのか、皆さん固く試みるも乗れない。さあ、ここはダメだ、そしてどうする、カメラがゆっくりパーン、さあ来たよ、セナ君行った。さあ、今回はね、セナ君で終了したいと思っております。さあ、パンピングでインサイセクション、さあロングライディング、さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。スケーターよく乗った、お、カメラをちらっと見てますね、撮ってますかねみたいな、そんな感じで、お、また見た、また見てね、セナ君、バイバイ。